皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログなんですけども、ちょっとした違いが大きな違いを生むというテーマでお届けいたします。このそうですね、動画ブログでも何回か紹介してると思うんですが、元ソニー生命の営業マンでですね、現在は営業の研修とかね、コンサルタントやられてる大坪雄二さんという方がいらっしゃいます。で、大坪さんといえばですね、こちらの書籍ですよね。手取り1655円が1850万円になった営業マンが明かす月収1万倍仕事術ということですね。大坪さんはこの本の中でですね、5つのツールをですね、紹介しています。はい。それで、この大坪さんのですね、本を読まれてですね、すごい成功者がですね、続出してるというようなことがですね、この帯の裏にね、こう、帯の裏に書いてありますよね。はい。まあ、やればね、やったなりの成果が出そうな感じでした。で、実際ですね、私もですね、この本の中に書いてあるですね、1日20ポイントの営業方法っていうのがあるんですけども、それを今実践しています。で、かなり効果的であることは分かりました。はい。それで、その大坪さんがですね、現役時代ですね、ソニー生命の営業マンだった頃ですね、面白いことをやってるんですね。やはり、アポを取ると言っても、なかなかね、そう簡単にはアポが取れない人もいるわけですよね。例えばそれは知らない人であったりとか、ちょっと気遅れがあるとね、あまりにも有名な人で、こちらの方が気遅れがあると、なかなかアポのね、電話とか、面と向かってアポを取るってことは、なかなかね、勇気がなくてできないっていうこともあるわけですね。そこで大坪さんが考えたのはですね、はがきでですね、まずアプローチするという手法なんですね。はがきで、今度ですね、アポの電話を差し上げますっていうね、要は、アポの電話するという予告のはがきをですね、そういうね、アポを取りたい人に出す、まず出すってことなんですね。取り立てて、そんなね、はがきを使うこと自体は目新しいことではないんですけども、やはりそこをはがきを使ってアポの電話を今度させてくださいっていうね、それをやるってことはやっぱ目新しいことだったんだと思いますよね。それで、それをやり出したらですね、なんとですね、アポがね、3倍取れるようになってきたっていうんですね。アポが3倍取れるってことは、要はチャンスも3倍に広がるっていうことですよね。ちょっとした違いなんですね。これはですね、どう言ったらいいのかな。だから、いきなりですね、行ったりとか、いきなりアポの電話かけるんではなくて、その一段階前の、ことをちょっとやるってことですね。だから、スムーズにですね、アポ取りの電話まで持っていくためには、いきなり電話をかけるんではなく、その前の一段、手前の、作業を一つ追加したっていうことだけなんですね。これで、なんと、アポ取りが3倍になったっていうね。これはまあすごいなと思いました。その話でですね、ちょっと思い出したのが、新潟県の新発田市にある菊水酒造という会社ですね。この菊水酒造はですね、まあ大ヒット商品、そして大ロングセラーとして、船口菊水一番搾りというですね、アルミ缶に入った生原酒があるわけですね。もうこれがですね、誕生したのがおそらく今から40年ぐらい前だと思います。はい。で、まあ当時ですね、そんなアルミ缶のワンカップの日本酒も珍しかった。で、原酒自体がもう日本初だったので、これも珍しかったということなんですね。味は抜群にいいんですよね。で、ここの当時の社長のね、高沢は、英介さんという方がいます。現在会長ですよね。が、まあ営業を、に行ったんですけども、その営業手法ってのが面白いわけですね。高沢さんはですね、このお酒、船口菊水一番搾りは飲んでもらえばうまいっていうのは必ずわかると確信したわけですね。いや、実際そうなんですよ。飲んだらもう忘れられない味で、また飲みたくなるっていうね。そういうお酒なんですけども、じゃあどうやって飲んでもらうかっていうのが、まあ一番のですね、肝だったわけです。で、高沢さんは、
営業に行ったのは新潟県内のですね、旅館だったりペンションだったりってね、そういうところに営業に社長自ら行ったわけです。で、そこでですね、まあ、その船口菊水というね、お酒の説明をして、営業活動をやっていたわけなんですけども、やはり高沢さんがちょっと一つだけやったことがあるんですね。これをやるやらないではきっと結果に大きな差が出たと思われることなんですけども、まあ普通であればね、まあそのサンプルのお酒を置いてですね、じゃあそれじゃあよろしくお願いしますということで、後で飲んでくださいということで帰ってくるんでしょう。ところがこの高沢さんはですね、やっぱり頭がいい方でですね、なんとそのワンカップをですね、帰り際にですね、一本だけぐわっと開けるんで、封を開けて、蓋を開けて置いて帰ってきたそうなんですね。そうしたらどうなるかっていうと、蓋を開けられたらですね、飲まないわけにはいかないわけですわ。はい。ということで、まあ、その場でね、ごくごくとは飲まないでしょうけども、舐めるぐらいは舐めると思うんですね。どれどれどんな味だということで、高沢さんは結局そういう営業をやってですね、試食を促す、要は試飲を促したってことなんですね。で、その裏には、飲んでもらえばこの酒がうまい、他の酒よりも格段にうまいっていうことがもう分かっていたので、とにかくどうやったらスムーズに飲んでもらえるかっていうのを考えたんですね。それがですね、営業に行ってですね、最後に、アルミ缶の蓋を開けて、パッと置いて帰ってくるということだったんですね。これもちょっとしたことです。はい。まあ、誰もがやりそうでやらないっていうことなんですね。先ほどの大粒さんのアポ電話の予告のハガキを出すっていうの、ちょっと似てることは似てますね。ちょっとした違いなんですよ。これを一段階やるかやらないかで結果に大きな違いが出るだろうというね。まあ、こんなもんじゃないかなと思います。成功する人たちっていうのは。とかくですね、我々は成功する人のことを考えると、自分たちと全然違うことをやってるんじゃないかと、そういうことを考えがちなんですけども、意外とですね、誰でもがやってることをですね、ただ、ちょっと工夫して変えてるとか、ちょっとプラスしたとか、そういう感じでやってる場合が多いんですね。ですので、皆さん方もですね、ちょっと頭を使って、考えてみてはいかがでしょうか。そんなに大胆なことを考えなくても大丈夫だと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。